ダークネスゲーム、シダです。はい、今回なんですけども、まあ、不況のシーズン、まあ、この間のバランス調整つ、トロフィーが前までバグってたので、今シーズンいろいろみんなおかしかったんですけど、それでもね、まあ、じゃあレベル12で一応6000到達できたので、リップを振り返っていきたいと思います。あ、これは放置したんで関係ないです。はい、これですね。昇格戦ちょっと意味不明なデッキなので、その前にあったペッカ工場と枯渇と、あとポンプクロスを紹介しようと思います。はい、ではまずこれから見ていきましょう。ザップじゃない。こっちですね。はい。ということで相手はオレンジさんですね。全く同じデッキですね。相手もレベル、相手はレベル13のマジアチャですけど、僕の場合は同じペッカ工場で、マジアチャだけレベル12って感じですね。で、まず僕が初手工場して、相手もゴースト出してきて、で、ここでなんかもうペッカ工場かなとか思ってたんですけど、マジアチャまで出てきたのでね、ポイズン打ちました。まあ、これはマジアチャ面倒だったので、いいかなとは思うんですけど、どうなるかはわかりません。で、とりあえず有能で受けて、あとはどうなったのかな。そしたら相手も有能出してきたので、ここザップでうまい感じやろうかなと思ったんですけど、ミスりましたね。はい、単純にミスったので、あとはゴーストはします。はい。で、相手もね、さすがに僕がペッカだってことは気づいてるので、向こうからね、ペッカ展開してきたんですけど、ペッカって、ペッカ同士の対決の場合は、初めにペッカを出した方が勝つって言われてるらしいんですよね。まあ、僕の場合はそうは思ってないんですけどね。で、相手工場出してエレビズ出してって、もう完全に形組んできて、これもう終わったかなって思ったんですけど、ギリギリでね、僕もペッカとペッカの間に工場挟めることができたんで、一応ペッカは生きて、ペッカ倒すことができたって感じですね。そしたら残ったババとかで、あとはエレビズも倒してって感じで、一応タワーダメージは全く入れずに、はい。まあ、防衛することはできましたって感じです。で、ここのエルビズもね、タワーにペチペチと入ってちょうど良かったですね。で、さらに有能受けして、まあ、今度はもう完全にいいっていうペースをつかめてますね。で、エリクサは向こうの方が優先なんですけど、まあ、さすがにこれはゴースト受けしてきますよね。はい。で、来て、もうこれ止める札ないじゃないですか。止めれないと分かってたので、後ろ目からゴースト出して、で、相手もペッカ出してきたので、こっちもペッカ合わせなきゃ失礼。まあ、こちらも出さねば不作法というものっていう、まあ、名台詞があるんで、その通りね、僕もペッカ後ろから出していました。で、相手ね、ここさすがにね、マジアチャで射抜くかなって、絶対マジアチャ出してくるよなって思ってたんで、ここ左側マジアチャ出して、相手のマジアチャを遅らせましたね。で、工場でまず先手取って、で、こんな感じでペッカも倒しつつ、エレビスを防衛して、で、残ったマジアチャだとかね、エレビズだとか全部ペッカでもう防衛できるじゃないですか。そしたらもう形組めてるんで、あとは向こうのペッカとかも、まあマジアチャでバシバシしようと。で、バシバシしようとした結果、はい、バシバシできてますね。できてて、で、工場も刺さる、いや、刺さってはないんですけど、まあ刺さってるってことにして、で、まあ相手のババとかもうまい具合に処理できてないんですけど、ここなんでかね、僕ペッカ追加しちゃったんですよね。特に意味はないんですけど、まあいいみたいですね。相手的にはもう相手の手札ペッカがなかったので、で、ここマジアチャに対してポイズンとか打たせて、いや、打ったのは僕なんですけど、でもうここまで来るとマジアチャで縛りたかったんですよね。縛るっていうのは、まあ、貫通のことなんですけど、マジアチャで縛るために工場で止めて、さあ行くぞマジアチャ打とうバシュってやったところで、まあ、全然外れてると。このマジアチャちょっとマジアチャレベル12だからがわかんないですけど、熟練度が足りませんね。で、右もこれ、こう、ペッカで倒して、左、なんだっけな、U のだけでもういいかなと思ってたんですよね。OK。で、そしたら、相手左にめっちゃコスト割いたじゃないですか。正直言って、ここ左にコスト割いたところで、僕の防衛できないんですよ。ってなったら、相手はエリクサーが枯渇して、右ペッカ刺さって勝利っていう感じです。まあ、グッドゲームをしてますね。はい。結構緊迫した感じだったんですけど、まあ、とりあえず勝つことはできたって感じです。で、ここはあと5連に負けて、その次、枯渇ですね。はい、お相手、圧倒的さんですね。タツニーっていうクラン名が可愛らしいです。で、まあ、氷のタワースキン見たあたりでもう怖いんですけど、一応ザップバシュって打って、ここ初手にザップがなかったらいろいろやばかったかもしれませんね。まあ、ザップに関してはね、ゴブリンバレルを最小受けできる小技とか過去にやってるので、そちらも見てください。で、ここゴーストやって、相手ナイト出して、ああ、これもう、なんだ、そうか、貫こうと思ったんだな。特にやることもないし、ここはシュパシュパしようって思って、そしたらシュパシュパが成功した感じですね。
で、右にこれプリンセスに言うの出そうかなと思ったんですけど、左エレビズさすがに使っちゃいましたね。ここエレビズ使ってないと落ちてたんで、はい、しょうがないです。で、右もいい感じに削れて、あとはゴブリンバレルをザップでバシュッという感じ。はい、これミスってますね。で、相手ここにプリン追加してきたんですけど、ちょっと意味不明なんですよね。それつける意味あんのかなって感じで。で、相手ここはナイト出してくると。はい、ゴーストはね、こうやって消えるのが強いですね。相手にとにかくユニットを咲かせるっていうのがゴーストの強いところです。で、相手今テスラとかがあるんで、この工場に使ってくるかな。使ってこないか。ウッドここ出すのか。とりあえずナイトを散歩させて、相手アイスピまで裂いて、アイスピウッドで結局、あ、そうだね。相手結構エリクサー使ったなと思って、ギャング出してくれれば美味しいなと思ってポイズンやったんですけど、特に効いてませんね。というわけで、あのゴブリンたちは一旦放置して、どうせまた左にゴブリンバレルとか来るじゃないですか。来るなーと思ってたんで、言うの出したんですけど、特に来ませんでしたね。というわけで、僕何すんのかな、マジアチャ出しのエレビズをこう出すと。はい、オッケーオッケー。エレビズあの位置に出すと最小級できるんでおすすめです。で、左のナイトはガン無視して、ここなぜかね、マジアチャで倒せるはずなのに僕ゴースト出したんですよね。悪くないんですけど。で、相手結果的に、あのギャングとかしかいなくて、ゴースト守れなかったので、テスラを泣く泣く置いてって感じですね。で、残った奴らにもマジアチャが効いてくって感じです。マジアチャ延命がほんと強いですね。で、今更相手は僕から見て右側にターゲットを変えるわけにもいかず、まあ、左にバレルとかまた飛ばしてくんのかな。来たっけ。まあ、とりあえず、アド取ったらペッカっていうのはペッカ工場の基本なんで。で、こうなったら、どこ出すんだ。そっかそっか。その位置に出して、ペッカは右、あれ、うん。右のゴブリンはペッカで倒してくれるって分かってたんで、とりあえずそんな感じですね。で、ここ、右ゴーストは何だろう。とりあえずあのプリンセス2体はポイズンで処理、はい、しますね。で、ここテスラとか来るかな、分かんないけど、とりあえずザップというので、いい感じに防衛しつつ、右が相手死にかけなんですよね。で、真ん中ギャング来るなって思ってたんで、マジアチャ出したんですけど、マジアチャレベル12だとね、やりゴブワンパンできないんですよ。さすがの弱さ。そして右ね、あのゴーストがなんか入りまくると。はい、ユーノテスラとか使うも、まあ、結構入りますね。そしたらポイズンでプリンセスも倒されて、右ユーノこれうまかったんじゃないかな。で、うん、ゴブリンギャング来るっては分かってなかったんですけど、なんか相手遅れたんで、まあ、ザップで遅延させて、はい、勝ちと。はい。まあ、こんな感じでね、サイクル取って後ろペッカするっつうのをやると、まあ、うまい感じに枯渇には勝てるかなって感じです。で、最後、ポンプクロスですね。はい。で、このポンプクロス相手は、序盤結構やられるんですけど、まあ、諦めなかったので勝ってたって感じですかね。で、これ、初手結構最悪なんですよね。とりあえず、ザップしか使うものないなっていう時に、相手、雪玉使ってきたんで、こっちもザップ使って、まあ、おあいこって感じです。で、エリポン見えたので、僕はもう脳が死んでて、三重子でも何でもいいから、とりあえずポイズン使おうって感じで使いました。はい。で、うん、感染は無視してください。で、結果的に相手何か出してくんのかな。とりあえず10コスト貯まる前に僕言うの出したんですけど、ここでナイト出てきて、え、ナイトにマスケ、エリポンでナイトマスケってなんだって思ってたんですけど、結局ね、エリポンクロスってほんと今の時代見かけませんよね。とりあえずこの位置のマジアチャがめっちゃくちゃ活躍します。はい。そしたら、なんとね、このタイミングでクロス出してきたんで、もう止めれないわけですよ。相手スケルトンも回ってて、で、ここエレビズでね、スケルトンとマスケをいい感じに処理しようと思ったんですけど、いや、それでも強いんですよね。はい。ナイトとかも全然来ちゃって、もう、いや、もう、これ、僕は捨てましたね。もうこれ、あれ、クロスにザップとか打ってもどうせ止めれないし、意味ないなと思って黙ってたんですけど、そしたら案の定相手がね、やることなくなって、こんな感じで、いい感じに、はい、マスケで防衛させるっつうね。マスケを防衛に使っちゃうっていうのは生身で受けるのはあまりいい手だとは思ってないんですけど、とりあえず、まあ、こんな感じで、で、相手テスラとか出してくんのかな。うん。で、相手これロケットとかかなとか適当に思ってたんですけど、どっちかわかんなかったんで、とりあえず工場後ろから出して、クロス相手に後ろから出すってあんましたくないんですよね。で、ここもね、テスラ切ってるし、ナイトもいないだろうしってことで、クロス、ペッカつけたんですけど、まあ、結果的に正解でしたね。スケルトンとクロスどっちもザップで処理しつつ、相手もコストがないので、工場がガツンと入って、で、クロスはペッカで倒し、で、まあ、バーバリアンがガツガツと言って、あとはもう、あ、これも勝ったなって感じですね。
クロス相手に1本取れたらもうなんか、あ、これ勝てるわみたいな感じなんですよね。で、相手のエリポにもポイズン打ってうまい感じに処理し、まあマスケにも一発分入ったのがなんか美味しいかな。で、ここはペッカで防衛したのかな、 OK で、そしたらあのテスラとかがめんどかったんですけど、そうですね、遠目にあの交わって出せば、まあマスケ越しにクロス倒すかなと思ったんですけど、まあ別に倒しませんでしたね。はい。で、右の工場はナイトとかでなんかいつの間にか止められてて、マスケはあれポイズンで僕は倒しましたね。はい。マスケっているだけで邪魔ですよね。で、あの右側のクロスはこれ一旦言うのでタゲ取りつつ、あとはもうクロス直に置けば勝てるかなって思ってクロスのところにペッカ置いて、はい、もうあとはナイトもスケルトも全然タワーの攻撃に効かないので GG という感じです。まあこんな感じで、まあうまい具合に重なったって感じなのかな。枯渇とかクロスとかも基本的にはペッカ工場は相性悪いんですけど、それでも勝てたっていうのはでかかったですね。この人たちちゃんと最多僕より高い人なんで、まあ普通に強かったですね。まあとはいえレベル12でも勝てるっていうことが証明はできたと思うので、来シーズンからねちゃんと6300以上とか狙っていこうと思います。応援してくれるっていう方は高評価チャンネル登録よろしくお願いします。あと質問だとか単純な感想だとかもコメント欄にしてくれれば嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。